チューニングハンドスピナー、今日はこちらを解説していきたいと思います。皆さんいろいろとねチューニングハンドスピナーやってると思うんですけど、どの方もねみんな結局できませんでした、できませんでした、できませんでした。それかね編集でさそういう風に見せてるじゃないですか。なので今回は僕はこの動画を見た方限定でお友達をびっくりさせてあげる方法を紹介します。多分実際にそう人に見せるっていう意味ではチューニングハンドスピナーこの動画が初だと思います。ということで皆さんお友達には内緒でお友達を驚かせてください。はい、そして今までの僕の動画では自作ハンドスピナーしか使ってなかったのですが、今回なんとね全国のおもちゃ屋さんで発売されたハンドスピナーがあるんですよ。トイザラスとかでも買えますし、今までねネットとかしかハンドスピナー買えなかったと思うんですよ。ネットもね偽物のハンドスピナーがすごい出回ってるので、もう皆さん気をつけてください。はい、で今回僕の紹介するハンドスピナーこちらです。デデン、フィンガースピナー、メガハウスさんから出てるおもちゃです。そしてこれの発売日が本日の6月24日土曜日に発売されました。これで皆さん実際にハンドスピナーおもちゃ屋さんに行って買うことができます。そして見てください、これいきますよ。ほらこうやって自分の手で回して試すことができます。高性能ベアリング搭載、これねかなりいいベアリングですよ。そして3分以上回ります。すごい回転しますよね、このハンドスピナー。ようやくハンドスピナーが手に入る時がやってきましたね。嬉しいです。では早速、開けてみたいと思います。お、来た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 。あ、なるほどね、これくっついてるんだ。一旦ちょっとこれ取り出しましょう。これね、ハンドスピナー指で押さえるやつ。へこんでるからこうやって指に乗せやすいそうなんですよ、ハンドスピナーを。ちょっと一回つけてやってみましょうね。はい。出てきました。じゃあねこれ取り付けますよ。あ、待って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 、鉄のハンドスピナーとかあるじゃないですか。これプラスチックでできてるんですけど、プラスチックがいいですよ。なんだかんだ手に当たるとめっちゃ痛いんですよ、鉄のやつ。ちょっとトリックとか怖いですよね。僕のね実際に思った感想ですね。はい、こちらがフィンガースピナーです。イエーイ、やったー。ちょっと回しますね。おー、きたー、すごっ、超滑らかだ。ちょっとね指に乗せやすいそうなんですよ、これへこんでるから。そして指の上に親指乗せようからいきますよ。できた、面白いね、これ指の上に乗ってるよ、ほら不思議な感じ。はい、人差し指にも乗せます。これがちょっと安定したら相当親指を離します。すると乗る、手に乗りました。すげー、はい動画の冒頭であったチューニングハンドスピナーですね、作っていきたいと思います。今回はですねこの手品王子さんっていう YouTuber の方からネタを提供していただきました。ということで浮遊するハンドスピナー作っていきたいと思います。まず準備するものがこちら。これ僕100円ショップで買ってきたんですけど、釣り糸ですね。夜お友達に外で見せるとかだったら黒色の糸を使ったり、なんかそういう見にくい糸を使うのもいいと思います。じゃじゃーん、糸の始まりがあったあった、間違えて糸の終わりを引っ張っちゃった。絡まっちゃうよこれ。逆によく糸の終わり見つけれたねじゃあこの糸をね縛っていきます。はい、こんな感じでねフィンガースピナーの間にこういう隙間が空いてます。この隙間に僕は糸を結びつけるんですけど、本来こういう風にして遊ぶものではないので、やるかやらないかは視聴者さんの判断でお願いします。はい、それではですねまず糸をカットします。カットする長さはまず糸の先を指で掴んで、はい、肩まで引っ張って、指先から肩までの長さぐらい、大体ですね、これでカットします。これはねもう僕のオリジナルなので、皆さんで長さとかはねお好みで調節してください。そうしましたらこの糸をハンドスピナーに結びつけていきます。先ほどの隙間に糸を通しますね、このように通したら固結びします。このハンドスピナーはねここの真ん中が外せるので固結びしても大丈夫なんですけど、これ外せないハンドスピナーの場合は他の結び方で挑戦してみてください。いろいろね蝶々結びとか工夫してやってみてください。はい、結び終えましたら短い方の糸はもう切っちゃいます。そしてこのまま持ち上げるとね、もちろんフィンガースピナー傾いてます。なのでこのようにすっごく小さくカットしたセロテープで糸がねフィンガースピナーの中心に来るように固定していきましょう。いろんな角度からねセロテープで固定して動かないようにしちゃいましょう。はい、できたらこのようにハンドスピナーが傾かなくなります。
ではですね、最後にこの糸の終わりの部分、ハンドスピナーとつながってない部分をズボンのベルトの通す穴に結びつけちゃいます。これで準備は完了です。ここのベルトを通す部分とハンドスピナーが糸で固定されました。あとはピースの指をしてここの間に糸を通します。そして手を離すと、はい、このようにね、浮いてるようになりますよね。で、これから見せ方なんですけど、ここの距離今これぐらいじゃないですか。ベルトの位置から手を離していくと、だんだん近づいてきます。そして近づけると、今度は逆にここの距離が離れます。なので見せ方によってはもうね、すごい、この片手だけでもこれぐらいだったり、上に持ち上げたり、横に動かしたりと、自在にコントロールすることができます。このようにね、なんかすごく不思議に見えるはずです。もうね、もう本当に宙に浮いてるかのようですよね。ではあとはフィンガースピナーを回します。いきますよ。回したら手を離します。さあ来た。すごい、わかるかな。おお、こういう風にピースして親指と人差し指の間に糸を通します。そして引っ張って手に近づきますよね。近づいた状態で持ちましょう。そして回します。回しますよ。回ってるのでそれで手を離します。いきます。はい、さあフィンガースピナーが宙に浮き始めました。手を大きく回すと、なんかね、すごい不思議な感じに見える。はい、下に降りてるのがだんだん宙に浮いたり、降りたり、すごい不思議な感じで動きます。ほら、すごい不思議ですよね。上げますよ。上に上げます。下ろします。キャッチ。はい、これこそがもう宙に浮くハンドスピナー。すごい、もうね、360度自由自在に動かすことができます。普通にね、こうやってお友達の前で見せるじゃないですか。ほら、これハンドスピナーだよ。いきます。ほら、空飛ぶハンドスピナー。はい、最後にこれ糸外したいときはね、こうやって糸を引っ張るとこんな感じで取り外せるので、こうやって糸を取ってもいいと思います。はい、以上、宙に浮くハンドスピナーでした。これね、外でやると絶対バレないと思いますし、室内でもね、透明なのでちょっと遠目で演じればバレないと思うので、お友達にハンドスピナー宙に浮かすことできるよって言ってさ、どうせ最終的にできないやつでしょって言ったときに、実際にふわーって浮いたりさ、そうやってぜひお友達を驚かせてみてください。そしてね、こんな手軽にもフィンガースピナーがおもちゃ屋さんで買えるので、ネットで買うの怖いとか、実際に自分でも一回やってみたいという方はぜひ近くのおもちゃ屋さんやトイザラスに行って購入してみてはいかがでしょうか。本当にすごく回る、これ。イエーイ。またフィンガースピナーを使った動画もアップしていきます。よければ皆さんもぜひフィンガースピナーやってみてください。そして宙に浮くフィンガースピナー、ぜひ見せてびっくりさせてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。こう置きますよ。ほら、回る。普通のハンドスピナーって真ん中回んないで周りだけ回ってるんですけど、ほら、これビー玉のね、模様を見たらわかるよ。ビー玉も一緒に回ってるんですよ。うわ、綺麗だ、すごい。いきますよ。うわー、めっちゃ綺麗。回します。はい。うわー、なにこれ、めっちゃ綺麗。うわ、すごい綺麗じゃん、これ。じゃあ、作りましょう。うわー、これやばいぞ。すごいよね、これ。いやね、まさかハンドスピナー本当に作れるとは思わなかったです。